さん、お父さん、あれ大変だ。はい、119番です。火事ですか、救急ですか。救急お願いします。はい、救急車が必要な住所を教えてください。北3の1丁目1番1号3の1丁目。はい、1番1号。お名前を教えてください。山田花子です。はい、山田さんですね。はい、地図で確認できました。具合が悪い方の年齢と性別を教えてください。60歳の男性です。はい、その方どうされました。胸が苦しいと言って倒れてしまいました。はい、胸が苦しいと言って倒れた。はい、今意識はありますか。ありません。はい、意識がない。私も他に立ってる3の1を決めたいように秋田に秋田急便しております。以上でしょう。了解。私立病院ドクター待機要請願います。どうぞ。私立病院ドクター待機要請了解。はい、しました。はい、わかりました。はい、そうすれば倒れている方の隣に移動してください。はい、はい、そうすればその方の乳首と乳首の間、胸の真ん中にあなたの片手をまず置いてください。さらにその上にもう片方の手を重ねてください。肘を曲げずに垂直にその方の胸が5センチ以上沈むように強く圧迫してください。はい、タイミングですが1、2、1、2、1、2、このくらいのリズムで圧迫を続けてください。はい、声に出して行ってください。例えばこのぐらいのリズムで救急隊が変わるというまで頑張って続けてください。はい、中です。必要ならば CPR を開始してください。